ガーディアン SJ の愛称の組み合わせのお話をさせていただければと思ってます。 SJ ガーディアンは愛する人に毅然とした態度で接する傾向があるが、特にこの相手が家庭と家族を重視するよっていう人の場合だと、どんなタイプでも幸せに暮らしていけると、はい、うん、この人たちが家庭、はい、家族重視です、はい、だったらもう OK、はいはい、っていうタイプ、はい、しかしあと どんな感じでもって感じですよね。あとはもう何でもいいよって、ここを大事、はい、ここ大事にするなら、はいはい、そのルールさえ守ってくれれば、まあ、あと許すみたいな、基本的に幸せ、はいはい、ただ落とし穴もあります、はい、というところでまずは、NF と SJ、 SJ のガーディアンさんと NF の理想主義者の場合はどうなるか。ガーディアンと、アイデアリスト理想主義者は社会と行動の道徳に対する関心、正しい行いをして他の人々を助けたいっていう思いの部分で共有しています、うん、共同組合ですね、はい、仲間が大事、うん、仲良くしようぜ、うん、みんなの利益、違う違う、仲間だと、こっちの外は仲間以外はちょっとどうでもいいと、はい、まあ、仲間もじゃないですか、仲間がじゃないですかね、仲間がどこまで広がるかですよね。あ、まあ、はい、グラデーションです、はいはい、ただ同時に自分たちの地に足のついたルール重視の伝統的な生き方と異なるこの NF さん、理想主義者たちの精神性と可能性を見抜く目に感銘を受けることもあると、うん、しかし相入れない部分もあると。 SJ さん、ガーディアンは理想主義者の人たち NF の熱意や、この熱意がですね、 SJ が伝統を守って安定した家庭を、この熱意が破ろうとするのを心配していると、はい、うん、何かにファッて思いついたことに熱中しすぎるところにここを壊されるのではないかと、はい、その NF さんから本当の関係とかね、うん、そういうのを、はいはいはい、その意味、うん、意味を求められる、うん、と苛立つことがあると、はい、だってそんなん、この本当の私たちの関係の意味とかって、はい、どうやってやればいいの、はい、じゃあ NF さん分かりますか、はい、分からないって多分彼らは言うんです、はい、それをこれから探っていくんだよ、はい、で私たちにはそれが足りないとかって言われると、はい、こいつは何言ってんだろうと、はい、それはなりますよね、はい、わかります、はいはい、NF さんはそれを言っちゃダメなんですけど、はい、多分ね、たまに不安になると思うんですよ。だどっちが NF さんが、はいはいはい、要は NF さんとしてこの人たちは、うん、あんまり変化は求めてない、はい、安定、はい、なぎがいい、はい、多分こ、ま、安定を求めてる、安定を求めてる、すいません、はい、安定を求めてる、はい、NF さんは、はい、新しい、あの SP さんとはまた違って、はい、新しい、はい、要はこの人たちは本物を目指してるんですよ、はい、まあ、自己実現ですよね本物を目指してるんです。だからこれでいいんだろうかですよね、はい、で今持ってるものは、はい、今持ってるものを本物ってしちゃうと、はい、この人たちのアイデンティティはなくなっちゃうんですよ、はい、終わってしまう。そう、本物を求めてますからはい、はい、あとちょっと足りないと思ってる、はい、でそれを一緒に探そうって言われると、はい、どうやってって思うらしいです、はい、で、この結婚生活を SJ さんは安定させて固めようって努力をしてるのに、うん、NF さんは表面的なことだと、はい、それは表面的なことの表れだ、はい、とし受け止めない。わかります。よく言ってる気がします。二等兵がじゃなくて、コメント欄とか、はい。あ、NF さんがですね。NF さんが。言っちゃダメですよね。はい。それは NF さんのピグマリオンプロジェクトですもんね。ピグマリオンプロジェクトですね。で、あの人たちは、NF さんたちは、はい、答えは知りませんから。はいはい、はい。出会いだとか多分言うんでしょうね。まあ、何を言うかはまあ、わかんないですけど、はい。多分、NF さん同士でも多分、まあ、そこが違ったりしますもんね。違いますもんね、はい、はい、
というのになりがちだと。はい。では次 SJ と NT、 ガーディアンと合理主義者 NT ですね。はい。この SJ の人たちは、NT の人たちの理性的な人々の何に対しても懐疑的な態度や、仕事への執着、自分自身の悲観主義や義務感にそれをよく似ていると感じ、仕事への責任感をですね、僕と一緒で、はい、犠牲になってね、熱心にやってると、やってる、はい、一緒だって思うけど、はい、全然違いますから、ね、はいはい、やりたいことやってるだけですけどね、はい、またこの杓子定規やルーティンに依存している自分からすると、この SJ からすると、うん、理性的な人々の創意工夫の姿勢に感心することが多いと、うんうん、それは仕事やってて私ももうこの辺でいいじゃんって思う時があるんですよ、はいはい、うんうん、でもこの NT の人たちは、うん、なんかどんどん行こうとしますよね、はいはいはい、そこはすごいと思います、うん、はい、しかしこの SJ の人たちはこの合理主義者の人たちの理性の認知生活から遮断されたように感じたり、 NT の多くが日常や慣習を軽蔑しているように感じたりすることがあると、うんうん、はい、よくこの当社のコメント欄、弊社のコメント欄ではそれが並びますよね、はい、並びますね。 SJ さんへの罵倒が多いと思ってます、はいはい、一番頼りになるのはここですからね。でもまあそうだとは思います、はい、実際全ての気質の中でこの NT の人たちはおそらく SJ が日常的な家庭の事柄に関心を持っていることに最も感謝しない、はい、ほらほらよく出てますコメント欄に出てますよね、はい、では次、ガーディアンとガーディアン、 SJ と SJ ですね、うん、ガーディアンは他のガーディアンとの付き合いでも同じような浮き沈みがあると。2人の SJ は互いに惹かれ合い驚くほどうまくいくこともあると。そもそも SJ ガーディアンは慣れ親しんだ関係や予測可能な関係に特に悩まないと。慣れとか予測できる毎日、うんうんうん、日常は不満はないと、はい、悩みません、うん、はい、そしてこの2人の SJ は家庭と家族への献身、勤勉な労働倫理、子育て、レクリエーション、支出と貯蓄などこの市民の責任、まあ、税とかですかねに対する保守的な態度などが家庭の安定に対する多くの関心を共有しています。しかしこの結婚には問題もありますと。この SJ 同士2人のガーディアンは家を切り盛りし互いのために尽くそうとするあまりお互いを踏みつけにすることがあると。さらに悪いことに SJ の結婚では片方が批判的な態度を取るともう片方も批判的な態度を取ると。この2人の審判が相手のボールとストライクを固くなに判定しているところを想像してみてほしいと。ストライクです、そこはボールです。ストライクです、ボールです、はい、はいはい、お互い固くなに、お互い、はい、お互い自分が思ってるルールを守るために、はい、それが絶対正しいと思っている、はい、はい、でこういう関係には衝突がつきものだと、うんうん、ハマればいいけどって話、はい、でもこれはでも他のタイプでも、まあ、ハマればいいけど、ストライクとボールはありますよね、はい、ありますよ。でもまあ SP さんとかだと、はい、まあええわってひょいって、うんうん、ほっとくことができたりするんですかね、はい、とは思いますけど、なんか守るところがルールじゃないので、はい、でもそれがイラッとしたりもするんじゃないですか。なんでそんなことなんでそんなことって、はい、あ、なるほど、そうですね。ではガーディアンとアーティザンSJ と SP ですね。平均して SJ と SP、 ガーディアンとアーティザンが最もうまくメイティングするようだと。一見すると相入れない組み合わせに見えるかもしれないが、冷静なデメテル、のんきで官能的なディオニソス、このデメテルっていうのが初めて出てきましてですね、はい、ギリシャ神話の神で
とりわけ豊穣の神とされる女神だと。オリンポスの十二神の一人ゼウスの姉でクロノスとレアのローマ神話のケレスにあたると書いてあります。はい。サンドラの旦那は入れなくなったんですね。はい。変わった。変わっちゃいましたね。はい。この冷静なデメテルというのは、まあ、SJ さんですね。と、官能的なディオニソスのメイティング、この関係は、アリとキリギリスの結婚であり、SP が一方的に種をまき、SJ が慎重に収穫を管理することで、お互い補い合いますと。ガーディアン SJ にとって、せっかちなアーティザンは面倒を見るべき子供であると同時に、時には自分の肩肘張った生活から解放してくれる素晴らしい気晴らしでもあると。一方、このアーティザン SP にとって慎重で責任を負ってくれるガーディアン SJ さんは、彼らの自由奔放な生き方の固定された中心であると同時に、タコと挙げる人みたいな感じなんですかね。はい。彼らの衝動的な遊び心に驚いたり、また時には緩んだりして楽しむことができる、親的な存在であると。要は自分たちの遊び心に、ごめんなさいね、驚いたり、なんかまあ微笑ましく見てくれるみたいな、まあお母さんみたいにって感じですね。そうですね、親的な存在であると、はい、なるほど。まあ 先週ぐらいにあった SP さんの時にも、はい、あの SJ と SP がいいよなんていうのは出てましたが、はい、うん、私はあまりこのタイプで関係がとかはあんまり信用してないんですけどね。はい。まあ、それを超えた愛があるとか思ってるので、すいません。まあ、どのタイプでもそういうのはありそうですけどねって。まあ、合う合わない。合う合わないが、あんまなんか個人の話じゃないですか。まあ、そうですね。はい。はい。